これをパーツ外して黒く塗装して完成として走らせてみましょう。それではここを黒く塗装するためにバラしていきましょう。ネジがプラスドライバーで2本と、あとここかな、この4箇所外せば取れるのかな、多分ね。まず1本でしょ。この2つでモーターを固定してる感じだよね。で、あとここの2本かな。よし、そうですね、やっぱこの4本のネジでバラバラになりました。で、この部品だけを黒く塗装すればいいでしょう。じゃあこれ明日工場に行って塗装してきます。はい、ということで工場で黒く塗装してまいりました。じゃあこれを元に組み上げていきましょう。こうでしょう。車輪が入って、これが入って、こいつがこうでしょう。押さえながらこっちを先に止めれば、よし、ここ OK だね。そしたらこいつを入れなきゃだな。これをはめて、よっ、それでここの2本止めれば OK でしょう。よっ、よし、これで元に戻りましたね。ここもね、ちょっと黒く塗っておきましたんで、これをカチッとやれば、そしてつないだら、割と黒いの目立つかな。ブルーよりいいよね。でもね、まあいい、これでもう作っちゃったし、よし、これで運転上手の支援動力車に取り付け完了でございます。じゃあ走らせてみますか。はい、ということでプラレール部屋にやってまいりました。まずは連結させましょう。で、後ろの車両はネジで止めます。どっちが上がいいのかな。一応止まったね、これでね。そしたらこちらの M2 エンジンをセットしましょう。ガシーン。で、スイッチオン。コントローラーもオン、セット。で、最後に、さあこれで準備完了でございます。それでは走らせてみましょう。発車します。動いた、あれ、お、動いた動いた。スピードアップ。ちょっと電池が弱ってきてるのかな。おお、電池がなさそうだな。ストップ、バッチリだね。もうバッチリすぎてこれ売り物にしか見えないよね。もう一回発車します。一気に加速、そりゃストップ。おー、完璧だぜ。ってことで今回のハッピーセットプラレールを運転上手で実装改造するちょこちょこ作業してたんで4回に分かれてしまいましたが、これにて完了でございます。まあこんなもんじゃないかな。皆さんもダブったハッピーセットプラレールはこのように改造してみてはいかがでしょうか。発車します。到着。